思えば最初にサッカー観戦というものをしたのがここ三ツ田で、ちょうどですねあそこら辺の席でまだコンクリートの椅子だった時ですね、小学低学年の時に父親に連れて来られて最初に見た試合が、日産自動車対、ベルディ、読売クラブでした。で両チームの10番、木村和志さんとラモス・ルイさんに、魅了されて自分もああなりたいと思ったのが、まあ、全ての始まりだったんじゃないかなと思います。プロ初出場初ゴールもここ三ツ田で、できました。私にとっては切っても切れない、とても大切な場所で、最後プレーができて、とても嬉しく思います。ありがとうございます。プロになり、横浜マリノスに入団し、井原さん、小村さん、川口さん、ジョーさん、松さん、松田直樹さんという偉大な先輩たちに、背中を見て、自分のレベルを上げることができ、プロという厳しい中で生き抜く術をつけることができました。その後海外にも挑戦し、イタリア、スコットランド、スペインとプレーし、チャンピオンズリーグにもプレーすることができました。日本代表では国と10番を背負い、誇りを感じながらプレーもできました。自分でサッカーノートを書いてたんですけど、目標のところに書いたことをクリアしていく、そういう実感を自分の中で、感じれたのが本当良かったと思います。そんな中でもいいことばかりじゃ ありませんでした。やっぱり自分の中で一番きつかったのがやっぱりワールドカップ、2010年のワールドカップですね。やっぱ積み上げてきたものをワールドカップで出したかったんですけど、なかなかやっぱうまくいかず、メンタルの状態もあんま良くない中、いつも励ましてくれたり、応援してくれた家族の存在はとても大きかったです。いつもサポートだけでなく、やっぱ一緒に戦ってくれた妻にも感謝します。ありがとうございます。サッカーというものに、出会わせて、くれた両親、いつも自分のことより、私を優先し、サッカーできる環境、集中できる環境をいつも作ってくれました。両親にも感謝したいです。ありがとうございます。最後になりますが、自分が所属した、みそのフェス市、日産ジュニアユース東光学園、横浜マリノス、横浜 F マリノス、レジーナ、セルティック、エスパニョール、そして、ジュビロ磐田、そしてシートに一緒に戦った監督、コーチ、スタッフ、サポーターの方々、本当にかけがえのない、自分に大切なものができました。本当にありがとうございました。これからは、第二の人生始まってますが、指導者として少しでも日本サッカーに貢献できるようにすることと、一人でも多くの選手に信頼関係上達してもらえるように努力日々精進してまいりますので、まだまだ未熟ですので、ご指導のほどよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。